感染症拡大防止のために私たちにできることがあります。ウイルスによっては咳やくしゃみ、ハグ、また握手を介して簡単に感染します。ウイルスが広がらないよう人との距離を取りましょう。重大な病気が集団発生した場合、保健当局はウイルスが広がらないように人との距離を約2メートル取るよう勧告します。自分は健康でも周りが感染しているかもしれません。さあ、あなたも健康のために人との距離を保ちましょう。